ちゃん。こんにちは。豊さん、はい、はい、ついにオリンピックが始まりました。始まったな。はい、感覚してないけどな。はい、女子ソフトボール、うん、他の競技に先立って開幕しましたが、なあ、5回コールド8対1、はい、オーストラリアに3本のホームランで沈めたというね、はい、大勝ということで、うん、上野がさ、はい、やっぱもう日本のエースなんだけど、うん、はい、やっぱ立ち上がりって緊張してたな。うん、1失点、その1失点で、まあ、逃げ切ったんだけどさ、はい、まあ、だけどやっぱ何が起こるかわからないのが国際試合でさ、うん、はい、やっぱ満塁になった時点で仮にホームランが出たらこの試合も分かんなかったからね。流れが一気にオーストラリアに行くということで、ね、はい、でもまあさすがの勝ち方だったなっていうふうに思って、うん、まあ、心強かったよ。はい、ね、幸先のいいスタートが切れましたね。そうそうそう、まあ侍ジャパン、はい、こちらも指導ということで、指導ということで、はい、でやっぱりこう盛り上げていきたいよね。うん、うん、でこのメンバーを書いてるんだけど、はい、最初にシートノックを行った配置をこう書いてるんだけどね、はい、まあキャッチャー2人はもう普通にここだよね、うん、で山田がファーストを受け浅村とね、で時折セカンドに入って菊池とまた受けたと、うん、はい、セカンドでね。だから山田は、まあ、ファーストとセカンドを併用するような形になるかなっていう、はい、で村上これ一択で受けてたんだけど、はい、まあ栗原も外野から、うん、まあ、サードをやるだろうなっていう、はい、そういうことも考えられる。ショートには坂本と源田が入った、はい、ね、で外野から言えば吉田正尚で鈴木近藤、この2人はさレギュラーシーズンセンター守ったことないんだよね、うん、だけどまあセンターの練習をしたという、はい、これはなぜかというのは後で言うけども、はい、でライトに栗原が入ったと、はい、で栗原はまあサードも受けたりとかいろいろしたっていう話なんだけど、うん、はい、で柳田が別メニュー、本当はセンター一択なんだよね柳田で、うん、だけど鈴木と近藤が受けたという、はい、で一番のやっぱり今の不安点っていうのは柳田がセンターに入れるか入れないか、まあ、そういうことがすごく不安視されていて、はい、まあ、今日は軽くティーバッティングをしたみたいなんだけど、はい、まあ、稲葉監督曰くなんかこう思ったよりも触れたという、うん、だから思ったより触れたという言い方が非常になんかもう悪いのかなっていうような、うん、なんか言葉のニュアンスがあって、はい、だから出れればセンターは柳田でいいと思うんだけども、はい、だけどこう不安点といえば鈴木と近藤っていうのはやったことないだけに、うん、まあ、能力が高い選手だから鈴木なんか、はい、肩も強いしね、だからできるとは思うんだけども、はい、なんかこう柳田がここセンターに抜けるとちょっと不安だなっていうふうにすごく感じるよね、うん、ですよね、うん、こう右脇腹の違和感ということで。そうなんだよ。どの程度の、うん、俺もね右脇腹、左バッターだから右脇腹なんだよね、はい、大体こう打った時に脇腹を痛めるんだけど、はい、やった時は1ヶ月かかったね、うんうん、でも柳田の場合は完全にはやってないと思うよ。そうですね、違和感っていう、うん、そうだね。だけどこれが試合でまた思い切り振った時にどうなるかなんだよね、うん、そうですね、うん、だからちょっと今は無理しないでほしいなっていうふうに思うよね、はい、それと柳田がもし守備につけなくなった場合に、はい、鈴木で大丈夫なのかっていうこともあるし、鈴木の肩は使えるよセンターで、はい、だけどやっぱ守備範囲ということを要求されると、はい、非常にこう吉田と栗原ではちょっと範囲が守備範囲が狭くなるかなという外野手のね、うん、だからちょっと不安が残るなっていうふうに思うよね、はい、だから源田とかは足も使えるし、はい、まあ、野球選手守備のスペシャリストっていうことを考えると、うん、もう全ポジションやってほしいぐらいだよね、うん、うん、やっぱり練習しといてほしいっていうふうに思うよね、はい、だから今のところこう柳田不安定はね、うん、まあ、だけどこういうふうな布陣でノックを受けたというようなことなんですね、はい、で栗原選手なんかは、うん、もう外野が柳田選手のことがあると、うん、内野にっていうことよりはやっぱ外野の方に、まあ、っていうふうになりそうですか、ね、まあやっぱりこう重要点を置くよね栗原に。源田はさ内野のどこでも守らせても多分できると思う、ね、うん、だから栗原を使わなくてもここに、はい、源田を、まあ、例えば守備固めだったら守備固めでも使えるだろうし、はい、だからまあそういうことをやっていくだろうね、うん、
うん、だからまあついに始動ということでシートノックで、まあ、どういう布陣になってくるか、どういうところを守らすかっていうのが分かってきたということだよね。はい、はい、それで、はい、今日はキーポイントになるはい、ことをちょっと話をしていきたいと思うんだけども、はい、これは、全体を通してのキーポイントになるそうだね、全体的な、はい、だから練習の時にもう確立をしていってほしいということ、はい、まず1番目、はい、これポイントは3つって書いてあるけども、はい、コンビネーションと呼吸、はい、これどういうことかというと、コンビネーションっていろいろあるんだよね、はい、で、まあ、例えば、うん、ファーストに飛んだうん、ピッチャーがここからこうカバーに行く、はい、これもコンビネーションだし、ねはいまあ、例えばこうゲッツープレーのコンビネーション、うんうんうん、例えばファーストに飛んでピッチャーがここにベースカバーに入る、はい、そういうスピードだとか、うん、そういうものを全ての選手の癖とか、うん、そういうものを覚えておいてほしいということ、はい、じゃないと例えばの話だよ、村上が、ね、ナノキシナシに投げたのが菊池が取れなかった、うん、なぜ取れなかったんだって言ったらスライダー回転をする村上が、うん、まあ例えばの話だよ、そしたらゲッツー取れない可能性があるんだよ、うん、でもそれを初めから予測分かっていれば、ゲッツーは取れる、はい、だから見方をよく知るということだよ。それを呼吸というのはアウンの呼吸ってよく言われると思うんだけども、はいうんはい、この呼吸をみんなが感じるようになると、うん、チームはすごく一つになれるよね、はいうん、それが一つ目、はい、で二つ目はシステム、システム、はいはい、システムっていうのはチームの決め事、はい、でサインプレー、はいまあ、例えばピッチャーがセカンドにピックオフをする、はい、このサインプレーの確率、うん、まあ例えばさ送りバントあんまりないよ国際試合で、うんはい、なかなかない。これをいろんな種類を作りたがるんだよ各チーム持ってるレギュラーシーズンではね、はい、4個から多いところでは5つぐらい持ってる、はい、でもそういうことはいらない、うん、国際試合ではピッチャーのバント処理はピッチャーの能力にかかってる、うん、だからそんな細かいことは気を使う必要はない。でもセカンドの牽制は使える。だからそういうシステムをどういうふうにするのか、はいそういうものを確立してほしいという。そんで外野に飛ぶ誰がカットに入るのか、はい、それがダブルカットにするのかシングルで済ますのか、うん、こういうのも細かくやっぱ決めとかないと、はい、やっぱミスが出た時にねこれをカバーする人間がいるのかいないのじゃすごく大きいと思うんだよね。だからそういうところまで気を配ってやってほしいなという。で攻撃のサインもシステムの確立、やっぱサイン違いで大変なことになったりとかするケースが多いから、うんはい、だから2つ目はこのシステムということ、はい、これを確立してほしいということ、うん、で3つ目、はい、井端コーチって書いてある。井端コーチ、はい、あの図ではサードコーチャーになってるよね、はい、こちらになってます。これね、一塁は選手が立つんだ、はい、でもなぜサードコーチャーにコーチが立つかというと、やっぱりねセカンドからワンヒットで回すか回さないか、これってねすごく試合に左右するわけ、はい、でアテネで経験したんだけど、はい、左中間に飛んだんだよね打球が、はいはい、でランナー一塁高橋由伸がいたんだよ、はい、で普通だったらこっちホームとかサードにつないでくるんだけど、うん、セカンドにつないでたんだよね鼻から。で由伸がこう走ってきた、で俺がもう前しちゃったんだよ、はい、セカンドに繋いでるから、はいね、そしたらホームイン1点取れたの、はい、でここのミスは大変なミスになってくるから、うん、井端コーチが選手の脚力もう分かってると思うけども、でも打球に対してのどういう反応をするかっていうのを本当にこと細かくやっぱ知っとかないと大変なことになるということ。だからもうデータとして、うん、全選手のこの場合ここに飛んだ場合っていうところまで、うん、ということですね。そうだね。で井端コーチっていうのは、はい、現役のコーチではないだけに、うんうん、やっぱ勘っていうのもあると思うんだよね、うんうんうん、でレフトとかセンターの距離感っていうのは分かりやすいんだけど、はい、ライトの距離感っていうのが難しいんだよ、はい、だからその距離感を早く掴んでほしいということと、はい、で選手のこの走力、打球に対しての走力で
相手がどういう風な体型でいるかっていうことも、うん、もう全部インプットしとかないとやっぱいい判断に結びつかないから、うん、だからここのポジションというのはものすごく重要になってくる、うん、だから俺も経験したけど毎日ドキドキしてた。セカンドにランナーがいると、うん、いや先週より緊張したんじゃないかっていうぐらいやっぱこうここのコーチっていうのは大変な思いをするから、だから選手の本当にこう癖だとか力量だとかそういうものをやっぱこう把握しといてほしいなっていう、うん、言えば野球はみんなできると思うんだよ、はい、でコンビネーションも呼吸もシステムもある程度こう積み重ねてきていることだから、はい、まあ一流プレイヤーがいっぱいいるから、うん、ね、だから大体合わせ切るんだよね、はい、合わせ切ってくれるんだよ、はい、だけどなぜ言うかというと、まあワンアウト1・3でねセカンドゴロ取りました、はい、ね、ゲッツー取らなくて1点を与えてしまいました、うん、この1点が決勝点になったっていうようなことを避けるためにね、うん、まあ大切にしてほしいということ、はい、でもこれももうみんな分かってることなんだよね、うん、で積み重ねてきてること、はい、でシステムもそう、ダブルカットにする、ああ分かりました、じゃあダブルカットにしましょう、すぐダブルカットにできるし、うん、ね、でここのピックオフ、ピックオフでもね、じゃあいくつ作りますか、3つですかって、ね、3つ作りました、大体一流だったら合ってくるよ、うん、やればね、はい、だけど一番はここ、もうそのケースバイケースというか、うん、その時で瞬時の判断が必要になってくるということで、うんうん、だからおそらく外野手の、まあ、例えば相手の肩、はい、外国人というのはやっぱこうレーザービーム強い人が多いっていうイメージがあるし、はい、でも逆にそうじゃなかった時に何で、ま、回さなかったんだとか言われるのがすぐここだから、はい、もう井端本当にあのねデータをよく見とくこと、はい、それがすごく大事になってくるから、うん、ここのコーチっていうのは一つのポイントだから、だから味方の選手も覚え相手の守備力も全部頭で叩き込んでほしいなって思うよね、うん、はい、それができたら、はい、それができたら大丈夫なんですか、金メダルされてる、はい、猫ちゃん、うん、金メダル2人ともしてます ね、あとはやっぱ敵はコロナだな、はい、うん、まあ、各チーム、うん、ちょっと出てるチームもあるみたいだし、はい、他の競技とかもね危険者が出たでしょ、うんうん、だからそういうことにならないようにね、あとは柳田復帰してくれ早く、ねね、またあとこうピッチャー陣でもいろいろと心配なこともまあ心配なことがあるね、ありますので、まあ、ただあの試合があるから2試合にね、はいはい、組まれてるし、だからまあそこら辺でどういうパフォーマンスを見せてくれるか、はい、そこで課題ができたらまだ本ちゃんまでにはちょっと時間があるからね、まあ、そこで修正できるだけの能力がある選手ばっかりだから、はい、まあ、やってくれると思うよ、はい、ね、まあ、ニュースは追ってねより詳しく、はい、ちょっと話していきたいと思います、はい、その都度、ね、また状態もねチームの状態なども含めて、はい、含めてね、はい、はい、まあ、頑張りましょう、ね、はい、期待してます、はい。